品種の白鳥を踊るオリガサファイアオリガサファイアは、ロシア出身の日本のバレエダンサーである。日本人外交官と結婚後、1935年に、日本国籍を取得して1936年に来日し、正統派のロシアソビエトバレエの理論と技術を日本に伝えた、最初の人物である。日本名は、清水緑。ジゼルを踊るオリガサファイア本名を、 オリガイワーノブナ・パブロワと言い,い、サンクトペテルブルクで、ドイツ系の技術者の家庭に生まれた。1918年頃からサンクトペテルブルクにあった、ミクロス男爵のバレエ学校でバレエを始めた。この学校が、ロシア革命の影響で閉鎖した後、アキム・ボルインスキーが開いていたバレエ学校を経て1924年に、レニングラードバレエ学校へ移った。 レニングラードバレエ学校では、名教師として知られたボリス・ロマノフなどに指示した。その時の同級生には、ワフタング・チャブキアーニや、コンスタンチン・セルゲイエフなどがいた。セルゲイエフとは、卒業公演でパートナーを組んでいる。卒業後は、地方巡業のバレエ団でプリマを務め、赤い消しのヒロイン、タオホアなどを踊って、シベリアや中央、アジアなどで舞台に立った。 1933年、中ソビエト連邦大使官員だった外交官の清水武久と結婚し、1935年に日本国籍を取得した。サファイアは当時の中ソビエト大使の紹介で宝塚少女歌劇の創設者、小林十三と面会し、解説間もない日劇にロシアソビエトバレエを伝授して欲しいと頼まれていた。 サファイアはこの申し出を受け入れることにして、1936年5月14日に来日した。来日後、小林の推薦で、日劇ダンシングチームのバレエ教師に就任した。レニングラードバレエ学校で正規のバレエ教育を受けた。彼女は、正当派のロシアソビエトバレエの理論と技術を日本に導入した、最初の人物であり、バレエ上演のノウハウを伝えた人物でもある。 当時の日劇支配人、畑豊吉は、サファイアの良き理解者であり、ダンサーたちの教育や、正規の振り付けなどを彼女に任せた。1937年には、ロシアバレエの試みや、古典バレエの試みを、日劇ダンシングチームに振り付け、自らも舞台に立った。当時の日劇で、サファイアの教えを受けた者の中には、松山樹氏、松尾明美、谷桃子、 そしてエリアナ・パブロワの門下生で、サファイアのパートナーを務めた、アズマ・作など、後の日本バレエ界において、重要な役割を果たすことになる人物が多く含まれ、日劇バレエの黄金期を築くことになった。日劇には1951年まで在籍し、1953年に、定劇で開催された、オリガ・サファイア夫人社音舞踊会を最後に引退した。 その後は自宅に開いた稽古場でバレエの指導を続け、1981年に東京で死去した。サファイアは夫の協力を得て3冊の本を執筆し、それは日本でバレエの道を志す者たちに多くの影響を与えた。サファイアの生涯については弟子の一人だった佐藤敏子が著書。 北国からのバレリーナ、オリガサファイアマイナスに記述している。ありがとうございます。